おはようございます。おはようございます。大丈夫かな、やってあげたくなっちゃってるね。みんなで入れられるから。奥行きがねえ、この間違いがこうないよね。うん、あ、そうですね。そうで、うん、踊り方がガチの方がいい。そう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 、その方がいい。俺たちは、うん、でも、ワイキロ踊るで、ニシキは、まあの、ある程度同じ形の方が、お客さんは喜ぶと。ファンキーボードでこう踊るでしょ。そうそうそう。そのそれでは第1回全日本常連隊合同会議開催したいと思います。慣れ初めか、慣れ初め、はい、まあこれずいぶんいろんなところで言ってます。慣れ初めって言うとあれだけど、ね、はい、出会いはね、はい、高校の時のあれですよ、うん、同級生ですよ、うん、あ、これでいいんだ、簡潔に、うん、ね、年は同い年なんですよ。年はね、一個先輩なんですよ。ここのね、俺思い出したよ。俺誠司君に、誠司君に教わった時に、こう行けこう行けって言われて、たちこう行ってこう歩くよね、歩いて戻すよね、これ戻すよね、戻した時に、戻した後のこの足のね、クッってやる、このクッって分かります、これクッって見えるから、ここ邪魔になっちゃう、あ、優しい、そこまでいいだろ別に、そんな細かいことなんとなくでいいんだ、なんとなくでいいんだけど、ダンスウィズミーをちょっと、皆さん、安成君です。安成君ですよ。大体皆さんお分かりですか。大体煽り運転する人がああいう格好してますのでお気をつけください、はい、皆さん動画も撮っております。動画も撮ってます。皆さん手振ってください、はい、動画撮影はおなじみ安成君です。皆さんいいですよ、はい、動画を撮っております。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。安心してください。すぐに呼びますんで。今ね、有楽町のあたり右折したという話が入っておりますんで、もうすぐ到着いたしますんで。距離和樹さんでーす。どうぞ。西川さん。真ん中の方に。せっかくなんで。日記さんでいいんですか。あ、いいですよ。三本の本当はなくていいんだ。日記でいいんですよ。いいですか。ニックネーム、ニックネームで三本出すの。じゃあそれはだって日記って呼べるんだって。まあ実はジャニーさんから僕言われてて、渋谷系のコンサートとか、ニュー見た方がいいよって言われて、はい、っていうのは、僕当初そのやってる歌を歌ったんですけど、面白いことなんてやらなくていいと思ってたの、僕自分でね、はい、うん、だけどジャニーさんに言われて、でも話した時にお客さん入れて、はい、コンサートとかでね、これ MC っていうじゃないですか、 MC のコーナーとか言ったやつ、はいはい、そこは全然面白くないから、でも渋谷期待面白いから渋谷期待の図を参考に見に行った方がいい。僕結構渋谷期待のコンサート見に行って、3人がやっぱり面白いんですよね。はい、ああ、はい、これが本当にね、かっこいいですよ、それが、はい、そう、ちょっと今の人たちがいるようなこういうチャラさんじゃなくって、はい、ちゃんとこう、あ、深くグッといくっていう、そう、これがね、僕なんかまだ下手だけど森谷先生すごい上手い。いや、もう今うまく言えないけれど君に聞く、 このフラミンゴみたいなのあるでしょ、フラミンゴ、あー、そっち、難しい方ですね、はい、こういう歩くやつだ、はい、こう行くやつだ、こう行くやつ、こう歩く方、はい、左足がずっと、はい、スライドしてますけど、そうですよね、スライドしてる最中に右足をつくだけってこういうことですね。そういうことですね。どういうことですか。こうですね、こうですね、こう、すごいね、ヤジマリ、はい、こういうことですね、反対から、そう、ちょっと待ってください、こういうことですね、反対、ファミコン時代のゲームの動きですよ、それちょっとかっけえ、そりゃそうだ、何年ぶりかにやってますけど、やっぱ動く曲聴いたら体が動いちゃった感じでしたね、今ここから先がちょっと定かじゃないですか
じてるっす。はい、いただきます。ニキさんお疲れ様でした。ありがとうございました。いやー本当に時間いっぱいまでありがとうございました。僕もあの舞台上で言いましたけど、はい、僕もあの本当今回念願かなってので実現して最近ちょっとこうやってるんです。ちょっと待ってください。これあのみんな小6ぐらいで通信販売で買われてるんですよね。外内外で戻して。はい。ニキさん、はい、まだぜひ次回も舞台でも約束しましたし、はい、ライブの方、はい、ぜひお願いします。お願いします。よろしくお願いします。スペシャルゲスト西寄克也さんです。お願いします。ふざけて失礼いたしました。いやいやもう最高です、はい、最高です、はい、今日はあのですねダンスの話いろいろ聞きたいんですけども、はい、今日歴史ということで、うん、ダンスヒストリーのコーナーでございます。ヒストリー、はいはい、まあ、好きでしょ、まあ、ダンスヒストリーって言っても、うん、まあ、パパイヤもそうだけど、うん、僕もそうだけど割とその、うん、なんだろう、もしかしたらあのここにあの先輩方々も俺僕らも世代が、はいはい、あのちょっと前の人とかね先輩いるかもしれないんだけど、はいはい、割と我々もちょっと耳戸島なところがあってさ、そうだ、ね、いろいろちょっと自分たちの世代もちょっと前の踊りのことにこだわってたりとかね、うんうん、好きだからね。そうなんですよ、うん、そう昔の踊り結構好きでね、まあ、僕よりこの人の方が好きなんですけど、うん、まあ、少年隊だとね、うん、皆さんやっぱりジャズダンスのすごいイメージがあるとこれ何度も僕言ってるんですけども違うんです。中でも錦は違うんですというところを今日実はね、あこの間、うん、あそうそう、その話もしてくれたんだけど、なんですか、今日多分ダブってる人もいると思いますけど、ね、あのイベントはありがとうございました。あ、いやいやいや、もう楽しい、助かりました。本当に僕はちょっといやいや、もういや、同じ渋谷でちょっとね、そうです、やったんですけどね、錦にソウルダンスを踊ってもらうことが夢でやっと叶いました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はあのダンスイベントってことでですね、何曲か曲あるうちからダンスというタイトルがついてるダンスウィズミーという曲を聴いてください。西尾君でした。 Thank you。 実は入れ込みながらいけない、急いで引っかかりながらで、ね、OKOKOK、 でも頑張ってわかるわかる、言ってることわかる、そういう呆れた感じ、またそれ、お、大丈夫だ、しれっと言ってるから、それに対して、だから前に言ってるやつ、あら、ここにもダブらしてるわけ、かぶらしてるんで、なんかある。あそこさ、あそこだけフライングしないで、あの、一応。おい、何が見える？おい、何が見える？おい、あ、何が見える？開口、ケースサイズは、もう伸ばしてだから、慣れてくれたら多分、そうなると思ってる。あれ、コートとかのそばに。ダイナミックにね、激しいから。本当の時代劇でも、本当に幅が入ってるから、そういうことするから。全然それは、江戸時代の人だって自然だから。本当にあの僕としてみたら、本当まあ息子ぐらいの年の差があると思うんですけどね、でもあの若い人たちとあのやると、なんかこう夏の甲子園じゃないですけど、今年もなんかこう一緒に青春できるなって、そんな気分を味わわせていただきましたんで、楽しんでいただきたいと思います。以上です。現場からは以上です。本作品の作演出、そして社長を演じます錦織一清さん、お願いします。松竹新喜劇の錦織です。先週出張で木更津に行ったんだが、お願いします。お願いします。すいませんね、申し訳ない。おはようございます。ちょっとでいいんだけどな。わかりました。ほとんどしてないから。だからさ、あんまり覚えちゃなくていいと思うけど、はい、うん、はい、あ、そうですね、はい、あのその前にちょっと軽く触れとかやるんで、はい、自分たちのないことやります。あの、あの、真ん中ここで、はい、ここで立って、まあ、いるのウォーカーみたいだっていう。1、2、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、まあ、真ん中が行っちゃうけど、で気持ち中に入っていこうか、言っておきます。はい、はい、私が喋りたかった大事なことは以上です。ダーン、ダーン、ダッタ、じゃあここでそうです、はい、はい、と言って言いました。まあ、俺ここでスライドこれで音の中で、音の中でここで吐けちゃいます。長く喋ったとしても、長く喋ったとしても、今の叩き直しの前に喋ってしまいますんで、はい、キーワード言ったらもうそのままスライド、はい、はい、もう早いもんで、あの3ヶ月前ぐらいにあのここで常連隊の皆さんと一緒にミーティングやってきましたけども、
なんかあっという間に今日を迎えた気がするんですね。で、あの後からね、だいぶね、この間ずっとサラリーマンナイトフィーバーで5年ぶりの舞台やってたんですけど、3ヶ月前ここで舞台をやってからというもの、本当なんかボン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 、なんか気がつくと今年舞台にこうやって乗ってる感じがね、するんですよ。ずっと喋ってて突然おかしさに襲われたことがあったのが、はい、でみんなここでさ、こうやって立って俺の話を聞いてんだよ、はい、社員だから。でずっと喋ってんだよ、これこれ来たらずに行ってねえってさ、自転車出しましたなって、はい、そうだけど考えてみたら、これこのシーンね、5年ぶりに出てきた舞台の上で、はい、出演者の人と誰とも喋ってねえんだよ確かにそれが無償、それが襲ってきて俺やってて、こいつバカじゃねえかって僕は、その錦さんのそのさらっと、うん、この、なんでしょう、コンコンとするアドバイスじゃなくて、うん、さらっとくれるアドバイスがかっこよすぎて、なんでそんなにかっこいいんですかってシンプルな質問なんですけど、うん、ちょっとちょっとじゃなくて、もう横に来て、こうこうこうでさ、こうでさ、こうみたいな、多分みんなもされてると思うんですけど、そうかっこいいですか、めっちゃかっこいいっす。野呂くん次主役諦めず歩き続ければ犬にも棒が当たる、閉ざされた門が開き道は開かれる、一人だけじゃない、うつむかないで続けよう、 Should be dance with me anyway, anytime, everyone, forever。 聞いてください、星の糸。手のひら滑り落ちる、儚い朝露のごとく、めぐるめぐる、ありがとうございました。ちょっと西川ここでお客様と一緒に写真撮影を、ええ、やるでしょうか。ちょっと前回はしたんですけど、これで、はい、カメラマンの方に来ていただいて、はい、はい、ありがとうございます。はい、皆さん動画まで息吸って、はいはい、呼吸大丈夫です。皆さん手を振ってください。皆さん手を振ってください。動画ですよ、はい、今安成さん撮ってくるの、はい、ちょっと雰囲気変わった安成さん、ね、皆さん手振ってください。あー、いいですね。わあ、そう、ね、あ、そう、 YouTube、 今ね、安成さんね、安成さん結構豊かになってきましたけど、今 YouTube ずっとスタッフとしてやってくれてるんですね。実は今日この9月の16日っていうのが去年 YouTube が始まった時に放送日だったらしいですよ。1周年、ちょうど1周年みたいな。ありがとうございます。素晴らしいですね、はい、また近いうちにこういうのできたらいいなと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ダンスウィズミーを歌わさせてください。そっと振り向いた青山通り、重ねた夜抱きしめたまま、これからの思い出ハピロン、照れくさいとお茶を濁す、悪い癖だと笑わないで、美しいよ今の君が、そう素直に
れなりシャイシャイシャイティッシャイ君から That's with me まんざらじゃないのさ揺れてくるブーなリズムで立ち止まらずに Going on 優雅に誘う DJいなくちゃ意味がない探してた優しいトワイライト目に離さない最後の Wake up for me love 君からダンスリスミいつの間にかその気無理な仕草で約束が忘れてない君からダンスイズミーまんざらじゃないのさムーディなリズムへ立ち止まらずにドミノSunshine day. 振り返ると夢
でいざ浮かぶゴールへ。入れちゃってんだよ。とてもやるんですね。とてもですか。確かに。最高。